ここからだぜー。俺様を誰だと思ってる？天下の友キャット様だぞー。うるさい。誰もいないのに騒いだところで事態が好転するわけないだろ。ぬ？お？汚な化け物。絶対に許さんぞ貴様ら。やめろっての。いやー、葬儀社の金の流れを知ってしまったのですが。ご安心ください。帳簿のデータは消しておきましたよ。つまり我々は貴様の恩人なのだ。いいからここから出せって。顔なしの化け物だよ。おいボソタ、化け物って言おうとしただろ。脱出のためには味方の振りもやむなしか。仲間として認められたかったら敵を倒してこいってよ。かしこま。勢力図がわからん。ジアルス族長派と自由部族、そしてここの反乱勢力じゃねえの？ここって自由部族と違うの？自由部族の中での過激派って感じだと思うが。不利な証拠を握られているって、どういうことだってばよ。ハッキングしてたのバレたとか？俺たちが相手の弱みを握ってるってんならわかるが、俺たちが握られてんの？どういうこっちゃ。状況が全然つかめないが、まあミッション追いかけてこ。それにしても、さすが空母だな。ちなみに、連中から提供された機体はクソザコのプアタラ。これでコブラを倒せとか難易度高くない？本気で仲間にしたいわけじゃなくて、あわよくば消そうって魂胆だろ。部下に連絡して、近くの中域に刀を呼び寄せよう。合流して乗り換えてからターゲットを破壊する。とりあえず、この機体は頂戴しておいて、医療品工場に配属しておこうか。艦載機が満載とは、相当な金額を搾取したようだな。ともっちゃ、出まーす。配達船だと速度がな。まあ、楽しみは自前の船まで取っておこう。お、刀が到着。テレポートしたらよかったんじゃ。ばっかおめえ待ち合わせするのがいいんでねえか。全然わからん。刀に乗り換えてターゲットと交戦。サクッと撃破。その後、報告のために奴隷商の船に向かうものの。刀ではドッキング不可。宇宙服で乗り込むか。刀は近所のステーションで待機。その後、ドローンに爆弾を設置するよう言われて。ぽいっちょ。いつ起爆するの？爆弾を仕掛けた貨物用ドローンをステーションに紛れ込ませて、破壊工作をするらしい。ちなみに、何をするのかはわかるが、何のためにやってるのかは知らないっていうね。典型的な組織犯罪の末端じゃねえか。トカゲの尻尾にされてね。ハゲにもわからないのかよ。あれ、この前の人質を連れてたアルゴン人じゃん。人質を連れていたのに。会議？人質を連れてたのに。そりゃ悩むよ、意味わかんねえもん。この前のは奴隷解放の交渉に割り込んだってことじゃねえの？だってダルが攻撃しろって言うから。本当あのハゲなんなの？とりあえずミッションに従って進めんべ。指定されたアイテムを回収しの。囚人発見しの。やなこった。いや、ミッションで救出するんだってばよ。ドアの開放はこれか。ポチッとな。仕掛けた爆弾が起爆。
どんだけ仕掛けてんだよ。脱出用の船があるって聞いたが。これか？お、重戦闘機のキメラだ。またプアタラだったらどうしようかと。戦闘機を用意されたってことは。せやな、多分戦闘イベントよな。あれ、座れない？なんだバグか？あ、まだハッキング中なのね。船の掌握よし。脱出する。発進よし。急がないと巻き込まれるぞ。え、そこまで爆発しないんじゃね？奴隷攻撃船に撤退しろってよ。ええよ。あと、追跡してきた警察を撃退しろってよ。しょうがないな。キメラのレーザーは射程が短いのが難点。でも、命中率が高いからインファイト向けだな。警察を粉砕。おい、ハゲもよくわからないで首突っ込んでるみたいだぞ。俺たちに命がけで戦闘させてるくせにか。ちなみにこいつがキメラ。見た目は超かっこいい。猫耳のような尾翼は点数高いぞ。船乗り猫協会の主力にいいかもしれんな。軽戦闘機は野弾、重戦闘機はキメラで。設計図買っておく？関係が高まったらな。撤収して、よく締めのあのトップに話を聞きたいと申し出てみたところ、従来の族長主義を捨てるつもりだと言い出した。この組織の目的はスプリット社会全体を改革することらしい。ゼノンの脅威がある中で革命ごっこで内乱を招くというのか。まるで賛同できんな。なんだよハゲは出てくんなよ。何興奮してんだこのハゲ。状況がだいぶ見えてきたな。一度戻って、どっちを支援するか決めよう。興奮して饒舌になったハゲはカットで。反乱軍の抑制の輪を支援するか、ジアルス族長に協力して奴らを潰すか。そんなもん、答えは決まってるだろ。俺様を投獄した罪は万死に値する。よく締めの輪には滅んでもらおう。お前本当にプライドだけは3人前くらいあるよな。で、族長側支援のためのミッション。ラトルスネークとドラゴンレーダー重積を提供しろ。は？いくらなんでも個人で支援するレベルじゃなくね。ミッションはここでやめておくか？いや、どの道いずれかのスプリット勢力との関係を向上させて、艦船や設計図の購入ができるようにするのが目的だから、これらの調達が可能になるようにするってのは、方針としてはありだな。ついでに、スプリット領内の偵察もしておこう。未発見の領域があるからな。ジアルス族長の領内にもゼノンの侵攻があるようだが、結構侵食されてるっぽいな。ゼノン領土が割り込むように点在しているから、戦力が分散されて侵攻を許している感じだな。お、絶景。それで、結局どうするって？自由部族の FRF との関係構築が見込めるから、ゼノン狩りで支援して、関係を20まで強化する。明星霊から20までって、また気の長い話になりそうだが。私に考えがある。FRF のステーションと隣接するステーションに取り付いて、ドローン狩り。ひたすら粉砕していく。このままステーションを破壊しそうだが。まあ、粉砕しちゃうんだけどな。ドロップ品も大量だから、しっかり収穫しておこう。略奪。ゼノンのドローンは高額なアイテムをドロップするし、残酷もできるからしっかり稼ごう。今回はかなりお金が必要になるからな。ゼノン狩りで一気20まで関係向上。ミッション用のプリセットのドラゴンレーダーを発注。一隻で267万クレジットで重積ってとんでもないな。ほんまな。しかも資源不足で建造が遅れる。まあ、それは気にしてない。ラトルスネークの建造に必要な名声を貯めるまで、かなり時間かかるし。張り付いてゼノンドローン狩りしていの。ドロップ品もしっかり回収しての。略奪。破壊しての。ドローン狩りしてる間に新基地区間が到着。乗り換えてステーションをくっついての。防衛ドローンを炙り出しての。FRF のステーション圏内に誘導して撃墜しての。お得意のマッチポンプ。
関係が16まで上昇。ステーションの防衛に京急駆逐艦が来たぞ。全火力を集中させての京を返り討ちにしての怠慢なら京にも負けなくなったな。引き続きゼノン狩りしてのそれにしてもスプリット量での対ゼノン戦が激しいな。ハイウェイ沿いはまだおとなしかったんだな。ゼノン量につながるゲートにレーザータワーバリアを展開したらいくらか妨害できるだろうか。系の展開も多いから嫌いとの複合になりそうだが、そうなると嫌い施設艦艇の調達からして大事量になるだろ。嫌い施設中にも敵が攻めてくるから護衛戦力も必要になるだろうし、現実的ではないか。その金で戦力を整えて中域奪還を目指したら、いや、完成したステーション一つを落とすのでも結構大変よ。まあ、攻勢に出るとしたら空母とかの特大サイズの艦艇が必要だから。この調子じゃまだ先の話だろうな。ほう。おっと、明星が20に到達したようだ。結構あっさりだったな。新駆逐艦のおかげで乱獲できたからな。おもかじいっぱい反転離脱。おもおかーじ。さっさとランクを受け取って、ラトルスネークを発注しよう。敵ステーションは破壊しないの？単艦で破壊するのはちょっと厳しいかな。ランクを受け取っての。ラトルスネークの建造を発注しての。ラトルスネークが1隻でドラゴンレーダー10隻分以上の値段なんだな。部品不足で生産が遅れるみたいだな。必要な資源を納品するか、クワタラを呼び戻して交易させるか、建造が完了するまでゼノン狩りでもしてますべ。今回はここまで。次回、裏切りの友っちゃ。オーバーヒートしてんぞ。火力がちょこっと足りない。